ジャン君おはよう。今日は朝からちょっと小雨が降っていますが、これから、雨は止むようです。ところがですね、今日はちょっとまた東京の方に、出かけなければいけないので、ジャン君とポンちゃんはお留守番となります。雨で寒いようなので20度切ってるんだよね。ポンちゃんおいで。ポンちゃん。ポンちゃんおいでおいで。おいでおいで。あら。ジャン君は眠いですか？はい、いつもの猫じゃらし、ちょっと枯れちゃった。はい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 。どのみち猫じゃらえないんで、葉っぱだけでしょ。葉っぱちょっとごめん、乾燥しちゃった、すいません。今度新鮮なのまた取ってくるわ。うん、な。うん。なんだなんだ。そうね。ちょっとその日にあげるでね。すごい新鮮だよね。おいしいね、ポンちゃん。さあ、びっくりです。あんずちゃんです。あんずちゃん久しぶり。あんずちゃん久しぶり。ビビってる？ちょっとなんかお耳が、うん、そうだね、もうちょっと待とうかな。これはい、ありがとうございます。久しぶりの東京で、あんずちゃんに会いに来ました。今日ね、あまり時間がないんですよ。これから打ち合わせにまた行かなくちゃいけなくて、はい。アンズちゃん、その間にアンズちゃんと仲良くなれるかな。温かいのどっちがいい？あ、どうしよう。温かいのにしようか。温かいのちゃん。はい、ありがとうございます。すいません。アンズちゃん、アンズちゃん。に、指の匂いを嗅がしてみる？アンズちゃん。そこ少し開けて。アンズちゃん開けてもいい？あ、耳が少し立ってきましたよ。アンズちゃん、アンズちゃん、アンズちゃん、はいはい、どう？アンズちゃんどうですか？でもさ、いろんなところ触ってきちゃったからな。ね、アンズ、怖い？はい、いいよ、じゃあちょっと時間を
そうだね。ましょう。はい、この後、あれこの後、ちょっとしばらくすると大丈夫。でもね、ここにいるからね。よいしょ。この間もそうだった。最初はちょっとびっくりなんだよね。この後ちゃん、おいで。この後ちゃん。はい、ちゃこちゃん。はい、触りますよ。はい。はいはい。はい。はい。20歳ですよ。元気でしょ。半分で遊んでるんだ。はい。アンズちゃん、このカメラ覚えてる？あ、耳が立ってきたよ、だんだん。見えるとこから、はい、指。指、指。どうですか？ママの匂い、あれなんじゃない？まだちょいビビりかな？うん、今日は刺激しないでおきますか。でも、耳がちょっと。アンズちゃん、アンズちゃん、久しぶり。一ヶ月ぶりですよ、アンズさん。忘れた？こういうふうに知らない人が来ても逃げないでこういるっていう子ならね、いいけど大半はね。ちょっと触ったよ。チョコとかこの頃は逃げないけど。本当にアンズちゃん、またいつか来れたらね。多分ね、帰る頃に思い出すと思うよ。ジャコちゃんはいいよ、声が入ってる。はい、ジャコちゃん。はい、アンズちゃん、気持ちよさそうな顔になったね。だんだん思い出してきたんだと思うよ。なんかこの匂いどっかで嗅いだことあるな、この声どっかで嗅いだことあるなって。本当？よくちゃん、みんなと仲良く遊んでね。ねえ、よかったね。もう時間ですよ。あれ5分ぐらい。はい、あずちゃん、降りましたね。1時間ぐらい経つと思い出す。はい、目で挨拶したな。いい子だね、あずちゃん。思い出したな。かわいいね。はい、思い出したけど、もう帰んなくちゃいけないんですよ。ごめんね。思い出したね、あんずちゃんね。ね。よかったね。ね。普通の顔になったよ。ね、まだちょっとお目目が、まんまる。はい。そして、ちゃこちゃん、声の出演でした。ちゃこちゃん。じゃあ行きましょう。はい。はい、コクちゃん。はい、名前はコクちゃんです。こんにちは、大山駅というところにあるキャットバー。キャットバーは最初からもう猫コンセプトなんですか？うん、ただまあバーにたまたま2匹猫がいる。なるほど、はい、店名になってるもんね。でも店名になってないです。あ、そうなの。バーパドマです。キャットバーしか聞いた。後からあれを入れたの。バーパドマなんです。はいはいはい、はい、そうなの。この前に前の方がやった。まあ猫はそのまま一緒なんで。あ、じゃあ猫の方がベテラン。そうです、そうです。そういうことですか。すごい。奥ちゃん、そういうことらしいですね。ねえ、キャットタワーってね。へえ、そうなんだ。じゃあお店にいて、ここが閉まってもお店にいるんですか？そうです、そうです。大きい、ちょっと大きいね。サイズはもう全然違う。うん、大きい、大きい。そう、なんか細いなって思ったんだ、コクちゃんが。うちの子の匂いがついてるんじゃない？大丈夫？それですね。
明日、明後日はこの界隈がお祭りになります、ここはパレードをする場所ですね。はい、ただいま帰りました。こんちは。今日はたくさんにゃんこに会いました。そしてお父さんピロリ菌退治できました。おめでとう。0.3% 陰性。なんのこっちゃわからんけど、ちょびっとしかいないよってことだと思う。